全国の果樹栽培好きの皆さん、こんにちは。あてまの取り木、イエイということですね。今回あてまの取り木をお届けしたいんですけれども、実は4月の3日にあてまの取り木をしておりました。で、今回の動画はですね、その取り木の様子とで、まあ、また2部構成になってるんですけれども、現在8月の31日で、この8月の31日どういう状況になっているのか、ちょっとお届けしたいなというふうに思います。アボカドの場合はですね、かなり発根率良かったんですけれども、ちょっとあてもやね悪いんじゃないかと思ってます。で、これからまあ木の上からですね、取り木をしたやつを下ろすんですけれども、まあちょっとあんまり結果がよろしくないんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ今回また全量ちょっと取っていきたいと思います。まあ発根しているものもあるかもしれないんですけれども、ちょっとそれをいちいち選ぶっていうよりはですね、やっぱり全量取って、で取った後もう一回また取り木をしてとかですね、そういうふうにやった方が、まあ時間的な効率がいいかなというふうに思いましたので、まあ今回全部取ります。で、取り木をしたのが確か30本以上あったと思うんですけれども、ざーっと取ってしまってですね、はい、また、根っこを広げてみて、どういう感じになっているのか、まあ、皆さんとお届けしたいと思います。まあ、まずは取り木をした様子ですね、動画、見ていただいて、そして、まあ、その後の結果ですね、動画2部構成になっておりますので、ぜひ、楽しんでください。それでは行きましょう。 GO!木大きいですね。はい、これぐらいのもんだと思ってたんですけど、うん、水苔これ使います。今日このゾーン10個やりました。はい。で、こっちもう葉っぱがそんなになかったので、一応剪定してやってます。で、平久さんのところはちょっとやりづらいかもしれないんですけれども、葉っぱが伴ってるところが多いですね。はい。こういう感じで葉っぱを伴って、まあ、休養ですけれども、まあ、剪定を比較的せずにやってるところですね。はい。感じで、ちょっとやりにくいとも思いますけど、まあこれの違いとかもね、見ていけたら面白そうですよね。そうですね。発根率の違い、うん、大事だと思います。はい、発根率の違い、先端切った方がいいのか、まあそもそも少なかったんですけど、まあこのその状態のままやった方がいいのかとかですね。はい、ちょっとまた引き続きもう1時間ぐらい作業していきます。今だいたい20個ぐらいなんで、40ぐらいかもしれないですね、平久さん。今20個ぐらい、まあかなりやりましたね。45ぐらいやったかな、多分。相当結構やりました。内側も伸びてるやつとか、はい、結構やりました。パンパンです。はい、この辺もかなりパンパン。はい、こんな感じです。しっかりもう水を切ってしっかり強く入れてますからね。はい、感じです。はい、で、まあ、あてもやのその取り木の方針ですけれども、基本的にはアボカドよりは枝を選んでないです。アボカドの場合はこう弓なりに枝が排出されていて、切り戻し剪定をするので、その下垂枝を取り木全部やったんですけれども、まああてもやの場合は本当に剪定がですね、一時的に全部丸裸にするような剪定をしますので、もうどこにでもやるっていう感じでやってます。はい、そんな感じですね。で、前年に出た、去年に出たこの新梢ですね、はい、にやっているという感じです。で、まあ、あてもやの場合は春剪定するんですけれども、春剪定をして、そこからこう新梢展開をして、でもう一回夏剪定でもう一回剪定して、でそこからさらに新梢を出させて、果実収穫を行います。で、基本的に冬に取るんですよね。はい、冬に果実を取るので、まあ今こういう状況になっているということですけれども、まあ取り木の、おそらくですけれども、僕の考察も入ってますけれども、取り木に関しては秋にやって、
で秋にやっといて春剪定で同時に落とすみたいなタイミングがいいかもしれないです。ただ先ほども言いましたけれども、あてもやって夏春剪定と夏剪定を経て冬に果実収穫を行うので、この辺が難しいんですよね。はい、果実がついているので取り木ができないっていうですね、そういった都合が一応ありました。まあ、ただ、苗木生産に関して、そこに舵を取るのであれば、秋にこの取り木をかけて、でそして、春剪定の時に大きく、収穫果実を取る、苗木を取るっていう方がですね、おそらく苗木の生産上は都合がいいのかなと思いました。これはもう冬まで全然果実をたくさん爆取りしていたものなのでですね、まあ、今この時期になってしまってはいるんですけれども、まあ、取り木をする時期、取り木専用の木、を作るのであればおそらくもっといいやり方があったんじゃないかなと思いました。はい、まあ、そんな感じです。で今4月にやってますけれども、まあ、おそらく一番時期がいいのは10月か11月ぐらいにやって春剪定で取り去りが僕はいいのかなとも思いました。ただ、先ほども言いました通り、冬に果実収穫が行われるので10月11月に取り木をできないっていう、まあ、果実生産をメインにした木だとそういった事情があると思います。でそういった事情を、考えずに苗木生産の、木にやるのであれば春剪定とか夏剪定を関係なく、まあ、秋にやって春前に取り去りがいいのかなという感じですね。まあ平久さんの助けもあって47、つできました。またこれが発根した後に鉢上げをするんですけれども、まあ、どういった状況になっていくのかっていうのもこの動画でお伝えできたらなと思います。まあ、苗木がですね増やせる、時期、ということでですね、ぜひ皆さんも挿し木とか取り木とか継ぎ木いろいろやってみてください。平久さんどうでしたか今日。話しながらやると楽しかったね。あ、楽しかった。シンプルにありがとうございます。はい、ということで現在は8月の31日ですね。もう5ヶ月が経とうとしておりますけれども、まあ4ヶ月は経過したという感じですね。取り木をしたやつがですね一応これなんですけれども、はい、まあ、これはね発根してそうなんですよ。はい、こちら、うん、発根してそうな感じがするんですけど、まあ、枯れてるのもありますね。はい、ちょっとやりすぎて枯れたのかで、この辺もですね、発根してそうな感じがしますね。はい、まだしてないのかな、どうなんだろう。まあカルスが巻いてもう発根してないっていう可能性もありますけれども、まあ一応取っていこうかな。はい、ちょっと出来損ないの、はい、当てもやがありますけど、まあ、こういうの枯れてますしね。あ、折れましたね。もうこういうのでもダメですね。まあ、これはね葉っぱついてるからいけると思うんですけど、まあちょっと全体的に取っていきたいと思います。はい、あ、下から樹幹下からね見ると分かりやすいかも。あの辺もね結構取り木をしていて、はい、どうかっていう感じですね。はい、この辺もありますけれども、あの辺もね、ありますし、まあこんな感じですね。はい、まあ、取り木していきたいと思います。はい、では取り外していくんですが、もう枯れてるのはもうしょうがない。うん、もう枯れてるのはですね、枯れてるのももう全部持っていきます。しょうがないですね。よいしょ。こちらは結構ね葉っぱもついていてかなりいい感じ。まあ1個だけちょっと剥ぎましょうかね。はい、僕もねもう気になってしょうがないんですよね。はい、はい、ではオープンしていきましょう。あ、かなり根っこいい感じに発根してますね。はい、お、すごい。はい、いい感じだ。しっかり出てるというよりは、まあ、若干出てるという感じですね。はい、まあ、もうちょっと置いてもよかったのかな。まあでも4ヶ月経ってるしね。はい、まあ、このくらいで、まあ、手を打つっていうのがいいかもしれないですね。あ、果実もついてる。はい、すごいいい枝だ。はい、ということで、まあ、このような調子でですね、どんどん取っていこうかなと思います。果たして何割成功してるのかですね、めちゃくちゃ気になるところですけれども、これはね葉っぱも出てるし、はい、いい感じ。2本目いい感じ。はい、こんなね太い枝にもやってましたね。はい、でさすがにちょっと移動が大変なのでここで、切りましたけれども、はい、いやすごいことになってます。よいしょ。
はい、取り木を取ってきました。今からですねこの、シートを外していきます。でもう明らかに失敗してるなっていうものもあるんですけれども、まあ、何本、発根していて発根率がどのくらいだったのかっていうのはですねまた調査していきたいと思います。はい、それでは行きましょう。水も溜めてます。はい、ということで結果を見ていきたいと思うんですけれども、今回ですね45本、取り木をしておりまして、成功したのが13本ですね。で、発根がしておらず、まあ、枝先が枯れていないものがですね、15本で、失敗したのが17本ということですね。結構発根率はそんなに高くなかったです。なので、十分発根したのがですね45分の13、ということになりました。一応近くで、見ていきましょう。こんな感じですね。はい、で枝は、まあ、結構上剪定、しまして、剪定枝がですね今こんな感じになってるんですけれども、まあ、はい、あれはちょっとゴミに、してますが、まあ、こんな感じですね。発根もかなり、出ております。はい、でこれはもう枝先枯れておらずですねいい感じの状態、です。はい、こんな感じですね。はい、で果実もねなってますからね。はい、で、こっちはですねそんなに発根していなかったやつと、でこれですねちょっとね水苔つけてたらね切れたんですよね。はい、まあでもまだ全然大丈夫だと思いますけれども、はい、まあこれね水苔がちょっと重くてですね切れたりするんですよね。ちょっと気をつけないといけない。うん、これとかもすごい微妙だけど、まあ、発根してると、まあ、結構ねたくさん発根してるのもあるんですよね。はい、でこれね水苔の処理が結構大変なんですよね。でこれかなり水につけていて、まあ、自然に水苔がですねどんどん、まあ、水で流されていくぐらいがちょっと理想がかもしれないんですけれども、まあ、難しければもうそのままねこのまま鉢に植えても全然大丈夫ですので、はい、アボカドとかはそうしておりますけれども、はい、まあ無理やり引っ張がしてこういう風に根っこがですねちぎれるよりは全然大丈夫だと思います。はい、いやーすごいいいですけれどもね、手根がこういう風に出てそこから、まあ、二次根というかこういう細い根っこがこう出てくるんですけれども、まあ、非常にねいい感じだと思います。はい、これが一応取り木あてもやの取り木、でした。でこっちがですね根っこが出ていなかったものなんですけれども、まあなんか融合して、はい、もう普通に果実も全然ついているという感じですね。はい、移動して、まあ、花が咲いて果実、まあ環状白皮みたいなですね糊になってますね。でアボカド、まあ、あ、すいません、あてもやかなり果実がついているものもあったんですけれども、まあ、一応取り落としました。はい、剪定で結構かなり着火性良くてですね、はい、いい感じですけれども、まあこれ多分挿し木でもねいけるような気がするんですけど、これはちょっと挿してみましょうか。はい、こういうのは挿してみます。でこれ今回失敗したのが17本ということで、まあ開けてみてもですね発根しておらずで枝も枯れてるんですよね。なのでここら辺はちょっともう破棄という感じになります。もう枯れてますしね。はい、まあ残念です。はい、ということで、まあ、取り木のちょっとあてもやの所感というか、まあ、感想というか、まあ、もっとこうしたらよかったのかなとかですね、いろいろやってみて気づいたことがいくつかあったのでですね、報告したいんですけれども、まあ、結果がですね今回やってみて、まあ、45本中13本ということで、まあ、3分の1程度、まあ、そこまで結果がよろしくなかったのかなというふうにも思います。はい、で、あてもやはですね、まあ、今回ちょっとやってみて分かったんですけれども、結構直射日光に当たっているところが枯れてました。はい、枝枯れですねよく起こっておりました。であとですね水苔を、まあ、たくさん入れたものが割と発根していなかったです。やっぱりね、そこまでギューッと、まあ水苔を強く巻くっていうよりは、まあ、ふわーって感じで巻いた方がですね、なんか根の張りが非常に良かったです。はい、でキツキツにやってるとやっぱり根っこもですねなんか出てこないのかな。はい、まあそんな感じで、まあそういったことがあります。であと濡れてるやつ、はい、これ発根してませんでした、ほとんど。で乾いてるやつがですねだいたい発根しておりました。なので
まあやっぱ根っこってですね、乾いた時に伸びる、で酸素とかが必要なので、まあ、水がジャカジャカしてるところはですね、全然伸びていないのかなというふうに思いました。まあそういうこともあってですね、こういった取り木をしている時の、まあこういったこの水苔の状態、そしてどのくらいの強さで水苔を入れるのか、まあ、たくさん入れるのかとかですね、この辺も非常に参考になりましたけれども、まあ、今回またいろいろ分かったことがありましたので、まあ次に生かしてですね、次はもっと成功率を上げれるようにしたいなというふうに 思います。で、一応アボカドの時にはですね、下枝にやっていて、でアテモヤでもですね、割と下枝にやっていて、でまあ上の枝を残しておりました。これわざとですね。で上の枝を使いたいんですよね。はい、果実生成で使いたくてですね、下枝の枝はどうせ切ったりするので、まあいらない枝から増やせたらすごくいいよねっていうことでやってたんですけれども、まあ、そんなに成績が良くはなかったので、まあ立ち枝を使うのかとかですね、この辺まあ少し考える余地があるのかなというふうにも思います。でアテモヤの場合はですね、一応夏剪定をやるんですよね。はい、大体のアテモヤ農家さんって冬に収穫しますので、まあ、夏剪定をやると、っていうのもやっぱり剪定の時期と同時に取り木をこう木の上から下ろしたいっていうのがですね、あると思います。剪定をした後にもう一回ハサミ入れるのかっていうと、まあちょっとうんってなる人も多いですので、まあ夏に取れれば、はい、いいですよね。夏剪定前に取って、その後にですね、夏剪定で、枝の短縮剪定ですね、こういったものをやっていく、切り詰め剪定とか、まあ、切り返し剪定とか、そういった類の剪定ですけれど、それをやっていく。特にですね、アテモヤの取り木の、まあ、利点みたいなところなんですけれども、まあ種とかよりも早いよねっていうのが、一応あると思います。アテモヤの場合はですね、日照の長さで枝が伸長するっていう結構面白い特徴があって、なので日の長さが長い時、まあ、春から夏にかけてめちゃくちゃものすごく枝が伸長してくるんですよね。で今回取り木もそうなんですけれども、取った枝が重たすぎるっていうのがありまして、そこら辺が結構大変でした。なので春に、取り木をして夏にやると枝が伸びるんですよね。はい、取り木をかけたところから枝先の 枝がどん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 伸長していてですね、かなり大きくなってしまうっていうのが、まあアテモヤありますので、他の樹種に比べてそういったですね、ところがあって面白いなというふうには思いました。まあ、なのでまあ、取るときはですね、結構体力いるかなというふうに思います。まあアボカドよりも大変でしたね。45本取って車の中とかもう満帆でしたもんね。はい、で、そうですね、一応取り木の、まあ、利点はまあね、クローン体が作れるっていうことなんですけれども、アテモヤの場合はですね、ちょっと代木として、まあ弱くはないし強すぎるもない、強すぎくもないっていうですね、まあ、中間代みたいなところでいい代木特性を発揮してくれるんだというふうに思います。釈迦頭とかに継ぐとですね、まあ、結構歪性になって木が暴れにくいというふうに言われてるんですけれども、ただ根腐れでよく枯れるっていう報告がありますので、まあ、それだったらチェリモヤに継ぐかということなんですけれども、ただチェリモヤの場合はですね、まあ、根腐れには若干強いんですけれども、今度は樹勢が強すぎてですね、暴れてしまうっていうことがあって花が来にくい、っていうですね、ところがありますので、まあそれだったり、まあ、やや弱くやや強くっていうですね、中間のアテモヤがよく代木で選ばれたりもするんですけれども、まあね、非常にいい代木なんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、友代というか兄代、といってアテモヤの種に、アテモヤを継ぐっていうことがされるんですけれども、まあでもアテモヤってですね、種からやってもなんかたまにチェリモヤっぽいのが出るし、釈迦頭っぽいのが出るっていうふうに言われていてですね、まあこれ、釈迦頭とチェリモヤのハイブリッドの、ものなので、まあ、種をまくとですね、まあ 20% ぐらいはそういった、まあ、先祖返りみたいな感じで戻ってしまうとかですね、まあこれアテモヤも、まあ、すみません、チェリモヤも釈迦頭も 20% もしくは 25% ぐらい戻ってしまうとかですね、言われているので、4分の1ぐらいはアテモヤ巻いたのにアテモヤの性質が得られないとかですね、そういった感じが、もしかしたらあるかもしれないです。はい、まあなので、まあ、取り木っていうのはですね、こういった面でもいいのかなというふうにも思います。はい、いやすごいね、面白かったですね。で、まあ、今回そうですね、5ヶ月間、4月3日にやって、で8月末、なのでそろそろ5ヶ月経ちますけれども、まあ、大体4ヶ月ぐらいでですね、もう根っこが僕も確認したんですけど巻いてました。なので、まあ、7月末ぐらいにはですね、もう取れると思います。僕はちょっと取るの遅くてですね、1ヶ月ぐらいちょっと伸ばしてしまっていたんですけれども、まあ、増やしたい方は全然増えるというふうに思います。はい。なので、まあ、気をつける点としては、まあ、繰り返しになりますけど、直射日光に、当たってない場所がいいと思います。で、
そして、まあ、強く水苔を巻きすぎない、はい、そして水苔が常に湿った状態はちょっと大変っていうですね、まあ、なので雨の侵入とかですね防ぐっていうのが必要になると思うんですけれども、なので露地でやるとですね結構成功率下がるのかな、もしかしたら、うん、なんかそんな感じもしてますね。ビニールハウスとかでやると雨とかのね、まあ、そういったものを防げますので、まあ、そこそこ巻き方が下手くそでもですねこう雨が侵入しないっていうので、まあ、いいのかなというふうにも思います。ただね、アリにね今度巣を作られるっていうことがよくあって、僕も今開けるとですね結構アリが巣を作っていたのが 何件かあったんですけれども、まあまあアリはねペッてやればできるんで、はい、全然いいと思いますけれど、まあ今回ちょっとあてもや、取り木、してみました。で、取り木のまあそのメカニズムというか、なぜ取り木ができるのかみたいな動画もですねいくつか多分出していると思いますので、まあ概要欄の方にありますので、ぜひ取り木のメカニズム知りたいよっていう方は見てください。あとまあ、熱帯果樹だと他にもまあグアバとか、アボカドとか、他にはレンブとかでもですね一応取り木の動画、ありますので、ぜひそちら見ていただけたらというふうに思います。他にもね何個かやっていた気がするんだけれども、ちょっと忘れてしまいました。はい、で他にもまあ挿し木とかもやっておりますので、ぜひ、増やし方ですね、まあ、種からだけじゃなくていろいろこういったクローン繁殖法みたいなところもですね、いくつかありますので見ていただけたらというふうに思います。では僕は鉢をですね、すいません、取り木をしたものを鉢上げしますので、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までありがとうございました。じゃあね。